M ステでのナンバーアンダーラインアイ登場がスタジオを大興奮に。その瞬間を見逃すな。翔君の映画のような登場シーンに心を奪われる。ファン必見の瞬間。M ステのスタジオが大盛り上がりとなったのは、ナンバーアンダーラインアイの登場によるものでした。彼らの登場は、ファンにとってまさに夢のような瞬間であり、私の心も歓声とともに高鳴りました。最近では、全員が揃って登場し、 その姿はシンプルでありながらダイナミックで、豪華でエレガントなスタイルを見せつけました。彼らのミニマルなファッションスタイルは、ステージ上でひときわ目立ちます。これは、ナンバー・アンダーライン愛が音楽と才能を重視し、過度に派手な衣装に頼らないというスタンスを示しています。特に翔くんの登場シーンは、まるで映画のワンシーンのように心に残るものでした。彼が階段を降りる様子は、可愛らしさと気品が溢れ、 ファンの心をつかんで話しませんでした。CM 前に一瞬だけ映ったナンバーアンダーラインアイの姿は、まさに視聴者へのサプライズプレゼントのようでした。タモさんの後ろに立つ彼らの姿を見て、私の心はますます興奮しました。ワイプで口ずさむ様子や楽しそうにしている姿は、ファンにとって何よりも嬉しいものでした。今回の「M ステ」では、トワイスとナンバーアンダーラインアイが共演するという贅沢な組み合わせが実現しました。 私にとってこの共演は夢のような出来事であり、両グループのファンにとっても特別な瞬間となりました。19時までにお風呂に入って準備を整えた私は、翔くんのゆらゆらとした可愛らしい姿を見て、思わず歓声を上げてしまいました。最後に映された翔くんの戸惑った表情も、ファンにとっては愛おしい瞬間でした。カメラマンのナイスショットにより、ワイプに映る彼の可愛らしい姿を目に焼きつけることができました。さらに、 エムステのワイプに映るサナやモモの楽しそうな姿は、まるで夢を見ているかのような気持ちにさせてくれました。メグロレン君や平野翔君も出演し、その豪華な顔ぶれに心が躍りました。ワイプに映る翔君は、いつもお利口さんに曲を楽しんで聴いており、その真剣な姿に安心感を覚えます。彼の流されないところも素敵であり、チラリと映る神宮寺君のかっこよさには簡単するばかりです。今日も彼らの姿は美しく、 透けるような美しさとウェットな髪型が際立っていました。ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれが持つ魅力は、ステージ上でひときわ輝いていました。特に翔くんのパフォーマンスは、彼の才能と努力が詰まったものであり、そのすべてがファンに届きました。彼の歌声とダンスは、まるで一つの芸術作品のようであり、その表現力に圧倒されました。ファンの間では、彼の歌声に対する賞賛の声が絶えず、 彼ののパフォーマンスがももたたらす感動は計り知れないものでしたまた彼のパフォーマンスには常に新しい挑戦が含まれておりその意欲と情熱がファンに伝わってきます彼が見せる新しい一面はファンにとってのサプライズでありその度に彼の成長を感じることができます彼のパフォーマンスを見ていると彼の音楽に対する真摯な姿勢とその才能をさらに磨き上げようとする努力が伝わってきます ナンバーアンダーラインイの他のメンバーも、それぞれが持つ個性と才能を生かして、ステージ上で輝いていました。彼らのパフォーマンスは、単なるエンターテインメントを超えて、観客に深い感動を与えるものです。彼らが見せる一体感とチームワークは、ファンにとって大きな魅力であり、彼らのパフォーマンスを通じて、その絆の強さを感じることができます。今回の「M ステ」でのパフォーマンスは、彼らの新しい一面を見せる絶好の機会であり、 ファンにとっても貴重な体験となりました。彼らのパフォーマンスを見ていると、彼らがどれほどの努力と情熱を注いでいるかが伝わってきます。その姿勢に感動し、彼らの未来に対する期待がますます高まります。ファンとして、彼らの成長を見守りながら、これからも応援し続けることが楽しみです。彼らのパフォーマンスは、私たちにとっての希望であり、彼らの音楽に触れることで、 日常の中に新たな活力を見出すすことができます彼らの音楽は私たちの心に響き、そのメッセージが深く刻まれるものです。これからもナンバーアンダーライン愛の活躍に期待しながら、彼らの音楽を楽しんでいきたいと思います。彼らのパフォーマンスを通じて感じる感動と喜びは、何にも代えがたいものであり、その瞬間を共有できることが何よりも幸せです。彼らの音楽がこれからも多くの人々に届き、 さらに広がっってていいくことを願っていますそして彼らの成長とともに私たちファンもともに歩んでいけることを楽しみにしています。今回の「エムステ」でのパフォーマンスは私たちにとっての特別な瞬間であり、その感動を胸にこれからも彼らを応援していきたいと思います。彼らの音楽が私たちの心に響き続け、そのメッセージが多くの人々に届くことを願っています。そして 彼らの未来がますます輝かしいものであることを信じています。このような感動的な瞬間を提供してくれるナンバーアンダーライン愛に感謝しつつ、彼らの音楽を楽しみ、応援し続けることを約束します。彼らの成長とともに、私たちも成長し続けることができることを信じています。彼らの音楽がこれからも多くの人々に愛され続け、その影響力がさらに広がっていくことを願っています。そして、 最後に一つの問いかけを残しますあなたにとってナンバーアンダーラインアイの音楽はどのような存在ですか彼らの音楽があなたの人生にどのような影響を与えているのでしょうかその答えを考えながらこれからも彼らの音楽を楽しんでください。そしてその感動を他の人々と共有し彼らの音楽がさらに広がっていくことを願っています。 ナンバーアンダーラインアイの音楽が私たちの生活にどのような影響を与えているかを考えると、その答えは実に多様であり、個々のファンにとって異なるでしょう。彼らの音楽が持つ力は、単なるエンターテインメントを超えて、私たちの心に深く刻まれるものです。彼らの歌詞やメロディー、そしてパフォーマンスの一つ一つが、私たちの感情や思い出と結びつき、その瞬間を特別なものにしてくれます。例えば、 あるファンにとって n o ーアンダーラインアイの音楽は困難な時期に支えとなるものであり希望や勇気を与えてくれる存在です彼らの歌詞に込められたメッセージが落ち込んだ心を励まし前に進む力を与えてくれるのですまた別のファンにとっては彼らの音楽は日常の喜びや楽しみをさらに豊かにするものであり日々の生活に彩りを加えてくれる存在です彼らの音楽が持つ影響力はファンの間だけでなく 音楽業界全体にも広がっています彼らの新しいアルバムやシングルがリリースされるたびに、その革新性と独自性が話題となり、多くの人々に影響を与えています。彼らの音楽スタイルやパフォーマンスは、多くのアーティストにインスピレーションを与え、新たな創作の源となっています。さらに、彼らの音楽が持つ社会的な影響も見逃せません。彼らの歌詞には、社会問題や個人の経験に基づくメッセージが込められており、 そののの内容が多くの人々の共感を呼んでいます。彼らの音楽が持つメッセージは、リスナーに考えさせ、行動を促す力を持っています。彼らの音楽を通じて、社会に対する意識が高まり、ポジティブな変化が生まれることもあります。私自身、ナンバー・アンダーライン・アイの音楽を通じて多くのことを学び、感じてきました。彼らの音楽は、私にとっての癒しであり、インスピレーションの源でもあります。 彼らの歌詞に込められたメッセージに共感し、そのメロディーに心を揺さぶられ、彼らのパフォーマンスに感動するたびに、私の心は豊かになっていきます。彼らの音楽を聴くことで、自分自身の感情や思いに気づき、それを表現する勇気をもらっています。また、彼らの音楽を通じて多くの人々とつながることができました。彼らの音楽を愛するファン同士が集まり、共通の話題で盛り上がり、友情を深めることができるのは、 本当に素晴らしいことです彼らの音楽が持つ力は、人々を結びつけ、その絆を強める力を持っています。ナンバーアンダーラインアイの音楽がこれからも多くの人々に愛され続け、その影響力がさらに広がっていくことを願っています。彼らの音楽が持つメッセージが多くの人々に届き、その心に響くことで、ポジティブな変化が生まれることを信じています。彼らの音楽が持つ力を信じ、 これからも応援し続けたいいと思いますそして彼らの音楽が私たちの心にどのような影響を与えているのかこれからも考え続けていきたいと思います。その答えは個々のファンによって異なるでしょうがその多様性こそが彼らの音楽の素晴らしさを物語っています。彼らの音楽を通じて感じる感動や喜びを共有しその瞬間を大切にしていきましょう。